10月20日、野田総理が議長を務める行政刷新会議が開かれました次の仕分けは11月下旬に実施され、従来の形から一歩進化したものになります今回の仕分けについては、個々の事業よりも主要な歳出分野を対象とすること、政策的・制度的な問題にまで掘り下げて議論をすること。 今回からの新しい仕分けについては、提言型政策仕訳という呼ぶべきものかなというふうに思いました。総理の言う提言型政策仕訳とは何か、新しい仕分けでは、これまでの事業仕分けの中心的なイメージだった無駄の根絶という視点に加えて、建設的な未来志向の議論、今後の視点や方向性の提示、さらに、 各府省に中長期も見通した検討を促しますまた今回の会議では、いわゆる国丸ごと仕分けについて平成23年の取り組みの概要報告がありました各官庁が自分たちの事業を仕分ける行政事業レビューの結果事業の廃止・見直しにより来年度予算の概算要求へおよそ4500億円が反映できると報告しています そのチェックに使うレビューシートがこちら各官庁に自分たちの事業の目的やお金の流れなどを事細かに記入させ内容や効果をチェックさせます今年から本格的に実施され政策効果の高い事業を行うために来年以降も続けられます東日本大震災からの復興や厳しい財政状況を踏まえますと歳出全般にわたる 見直しに全力を挙げて取り組む必要があります一層事業推進をさせていただければというふうに思います